はい、スプロケットカバーですね。これはですね、あの GB250 のエンジンについているやつですね。で、私の逆トライクについているやつを外して磨いてみました。で、これすごい汚いんですけど、もうザクザクね、あの240番ぐらいのペーパーで削って、削るとまあこんな感じになるんですね。で、まあこっからですね。で、普段は私結構細かくね、あの240のやつ400やって、800やって、1000やって、1200とかあってやってたんですけど、今日はあんまりちょっと時間なかったし、ちょっと早めにね、あの、仕上げちゃいたかったんで、240番で、まあ、ざっくりね、磨いた後に、400番のね、ペーパー、耐水ペーパーなんですけど、もう水使わないでね、ドライでもうガシガシ削りまして、そんで、アシデックスシートのイエローっていうかね、あの、黄色いやつで磨いて、もうそっからね、すぐに、あの、コンパウンド使ってね、磨き出しました。で、240番で磨いたものを400番でその傷をね消す、240番の傷を消す、で400番でできた傷を800番で消す、で800番までね磨いちゃうとね、あともうすぐにね光り出すん で、まあ、今回ドライでやったんですけど、あの800番の後にね1000番1500番とかあのやつでやってってもかなりね光るんですよね。でそこまでやるとね、本当にもうコンパウンド、まあまあ、私ピカール使ってるんですけど、ピカールね、ほんのちょっとやっただけでもうすぐ光るんでね。ただ私が持っているペーパーがちょうどね、あのアシデックスのシート800番っていうのが、まあ、今回一番細かかったんで、そこまでしかやっていません。でこのねランダムサンダー使うとね、あのだいぶ楽ですね。あの私結構ね機械使ってますけど、全然これ手作業でもできる作業ですね。このぐらいの部品だったら全然手作業でもできますね。ただやっぱりグラインダーはねあった方が楽なのかなって気はします。後で出てきますが、フェルトバフってのをつけてね、それで磨くんですけど、あの回転数調節できるグラインダーの方が私いいと思ってるんですね。あの研磨剤つけてフェルトバフで磨いた時に熱が出るんですよ。で普通のねグラインダーのあの1万何千回転とかでやっちゃうとね、かなり熱出るんでね、すぐにこう研磨剤がね張り付いちゃうっていうかね、熱で焼けちゃうんですね。だから低回転で作業をするのに、私前からねあの使ってる回転数が調節できるグラインダーおすすめなのありますのでね、後で出てきますので、もしよかったら見てください。で、今回使ってきた機械とかいろいろ、下の概要欄の方にリンク貼っときますので、もしよかったらね、見てください。で、ランダムサンダーはね、あると結構楽で、あのですね、グラインダーにフェルトバフつけて磨いてると、たまにね、研磨うねっていうのが結構出ちゃうことがあるんですね。その時はこういう、平らなやつで削れるもので一気にね、あのその研磨うね消すとね、あの楽なんですね。だからまあ持ってた方がまあ楽ですね。ただね全然もう手作業でもいけちゃうような作業です。でここでピカール使って、でフェルトバッグでね磨こうと思ったんですけど、ピカールねちょっと出しすぎちゃいまして、で出しすぎたところにねフェルトバッグやるとね、あの飛び散っちゃうんですよ。だから最初ねランダムサンダー使って磨いてますけど、普段はねあのいきなりねグラインダーでバフでやった方がいいかなっていうか楽ですね。で私こうやって出すぎないように普段はね、あのちっちゃなこう容器に移してピカール使ってるんですよ。で、これですね。これにピカール入れて少しずつね、出して磨いてます。これ今ほんとね、ここまで塗ったくっちゃうとね、フェルトバッグ当てたらもね、全部飛び散っちゃうんでね、周り汚れるんで、
今日はね、ちょっとこのランダムサンダー先に使います。今つけたのフエルトのね、切れですね。で、このフエルトの切れって100円ショップとか行けばね、売ってるんで、もっと全然大きな大きさでね、100円で売ってますね。で、今ね、なんとなくこう表面上ちょっと拭き取ったような感じですぐやめて、この回転数が調節できるグラインダーの低回転でね、作業していきます。このグラインダーね、本当おすすめですね。焼き付き起こさなくてね、いいし、他のね、この磨きとかは関係ない普通の作業の時も結構怖いじゃないですか、グラインダーって。結構事故もあるしね、キックバックとかで、このこれだけね、回転数遅いと変な当て方してもね、この磨いてる時に変な当て方してもキックバックあんまりないんですね。普通の回転数でね、やってたらちょっと怖いですよね。で、今回これ磨いたんですけど、ホンダっていう文字あるじゃないですか、出っ張ってるところ、ホンダの出っ張ってるところはすごく綺麗になるんですけど、へこんだところがね、このフエルトバックとかであんまり磨けないんですね。で、途中でルーターとか使って磨いたんですけど、そんなにね、綺麗になんなくて、なんかちょっと変な感じになっちゃったんですけど、そこはね、後日ちょっとね、やり直そうかなと思います。このね、グラインダーじゃなくて、ルーター、フロクソンのやつなんですけど、高トルク型なんですかね、押し付けてもね、回転止まらなくていいですね。5000円とかで売ってる安いやつじゃなくてね、ちょっと9000円とかするんですけど、もし買う方いたらね、そのちょっといいやつ買った方がいいですね、トルクのあるやつを。これもね、下の概要欄の方にリンク貼っときますので、もしよかったらね、見てください。で、これ今、スプロケットカバーなんですけど、私、GB250 のエンジンね、ちょっと思い切ってね、全体的にね、綺麗にしようかなと思ってるんですね。だからまた、近いうちに、その作業もして、当然ね、動画もアップしますので、もしよかったらね、見てください。で、その時ね、このホンダの部分もね、ちょっとまた作業してみようかなと思ってます。最後の方にね、磨いたやつお見せするんですけど、ちょっとやっぱりね、このホンダの文字のところがあんまり綺麗になってないんですね。こうやって割り箸とかでね、ゴシゴシやってるんですけど、やっぱり周りと比べてね、全然光ってくれてないんで、ちょっとなんとかしたいなと思います。で、割り箸をね、今尖らせてね、やってるんですけど、これは結局もう研磨剤のカスをね、なんかもう取ってるような掃除してる感じで、全然磨けてるわけじゃないんでね、なんとかしようと思います。今物もちっちゃかったし、結構簡単な形だったんで、磨きやすかったかなとは思いますね。で、これまだね、磨けばまだまだ光りますんで、どこまでやるかちょっとエンジンの方とね、合わせて同じぐらいの光り方にしようと思います。はい、こんな感じで、ここまでね、そんなに時間かかってないですね。磨き出して2時間ぐらいですかね。洗うのがね、逆に大変でした。洗うの1時間ぐらい洗ってたかもしれないですね。はい、どうも見ていただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。